皆さんこんばんは、ね、今日で、このイベントも23回目ということになりましたね、2000年から始まりましたこのイベントもポール・マッカートニーバースデーということでね、まあ、箱はいろいろだったんですけれども今回はこのアルマジロさんにお世話になりましてね、3バンドで3バンドプラスアルファという形でね、楽しくやっていきたいと思いますけれどもね、久しぶりの方やら、ね、顔なじみの人やら、新しい方やらいろいろ、今日は見て楽しい会にしたいと思います。皆さんよろしくお願いします。そしてですね、今回初参加でしてね、先陣を切りますのは、マブフォーの皆さんです。皆さんよろしくお願いします。初めましての方と
そうでない方もいらっしゃいますけど、私たち、トップバッターを務めさせていただきますマブフォーと申します。よろしくお願いいたします。こちらの、アルマジオさんは初めて、実を言うと私だけ初めて他のメンバーはちょっと別のバンドで出たことあるということなんですけど、このマブフォーとしてはちょっと初めてのステージで、普段私たち江南市の、某所で、某所で伏せることもないかなというストロベリーフィールズさんっていうね、1年半ぐらい前にオープンしたばかり の, ライブハウスがありまして、そちらの方で、定期的に出演させていただいておりますけど、セッションタイムもありまして、こちらに見えてる方で結構いい、ベアーズさんのメンバーさんも来ていらっしゃったりとかいろいろ、はい、ひいきにしていただいております。はい、ちょっと前置きが長くなってひ、はいき、はい、じゃあ続きまして、今日はそうポールのバースデーということで、ドンズバの日ですね。はい、ちょっとポールの曲でハローグッバイで幕を開けて、またポールの曲、弾きますね。ちょっと2曲続けていきたい感じです。そうですね、はいはい、で 3曲目が父の日ということでね、父が歌います。何もしてくれなかったじゃあ行こうか。
need a brand new day. はい、ありがとうございました。オープニング2曲はポール・マッカートニーの曲で、81歳ですかね、今日ね、81歳、81だね、81歳ですね、81歳ということで、2曲と、あと、まあ、なんで父の日なんやねんという話はあるけど、ディア・プルーデンスを言いましたと、まあまあ、アルバムで、ホワイトアルバムのね、まあ、お父さんのような気持ちでね、プルーデンスをいたわったっていう。あ、なるほど、ちょっとこじつけ、気味ですけど、はい、はい、じゃあ次はですね、初期、中期、初期から中期、初期でか、まあいいか、うん、初期やな、ちょっとガッと年代は戻りますけど、はい、じゃあ初期の曲を何曲かいきたいと思います。いいですか、はい、I don't wanna spoil the party, so I go. I will have my disappointment to show. There's nothing for me here, so I will disappear. If she stands up when I'm gone, please let me know. Had a drink or two and I don't care. There's nobody wanna do if she's not there.
so I go. I will hate my disappointment to show.私的にはハードな曲が続くんですけどもですね
One, two, three, four. It feels alright, my homie died. のお客さんが見えてもう超満員で、あのコロナの時はあのこちらねアルマジロさんって人数制限もされていて、もう今ちょっと制限も取っ払いになりましなったんですね。確かね、すごいですねコロナ前に、うん、確かにすごく賑わってた記憶がというか3年ぐらいですかね、うん、はい、なんか喜ばしいことですねこんなにお客さんがいらっしゃって。はい、じゃあ次はさっきあのちょうど始まる前にまだ待ってた時にですね、あの2階の方で12弦ギターとか皆さん弾いてて、12弦ギターについてのうんちくをねいろいろ話してて、へえそうなんや思いながら横で聞いてたんですけどね、あの、まあ、次の曲はまああのここでお分かりだと思いますけどね、ジョージ・ハリソンがねあの初めて自分のために12弦ギターを使ったと、でそしてまあ12弦ギターをこの曲で最後に使わなくなったっていう曲ですね、まあ、要は1曲しか自分のためには弾いてないっていうのがジョージ・ハリソンの12弦ギターらしいです。はい、if I needed summer, had you come summer the day then, it might not have been like this. But you see now I'm too much in love. Call your number on my roll and maybe you will get a call from me. If I needed someone, ah,
If I needed someone, had you come some other days, it might not have been like this. But you see now I'm too much in love. Call your number on my own, and baby, you will get a call from me. If I needed someone, ありがとうございます。今日はね、たくさんのお客様来ていただき、皆さんありがとうございます。マブホー、結成何年目でしたっけね。まだ、ね、2年も経ってないか。いや、3年、3年経ってました。3年です。なん、そう、ちょっと、あの、今日ね、対バンのベアーズさんとかムンドクさんも、何でしょう、 20年以上の超ベテランのバンドさんなんですけど、ちょっと私たちはあの超新人でございます。超新人で、まだ20歳そこそこだからしょうがないじゃん。そういうことですねあの、若いって言いたいところですけど、そうでもない人もいる。若く、中身は若くないですけどね。若くはない感じなんですけどねまあそんなこんなで本当、あの、ここにね、招待していただきましてありがとうございます。はい、ありがとうございます。本当にはい、ではということでいきましょうか。はい、次はドラムのリンちゃんがね。あ、そう、はい、リンさんボーカル。いいよ。はい、テイク2。はい I like to be on the sea.No baby, we not to think of new change. I love my faith to come to me. I want to start to get you. I like to be under the sea. In not to put the garden.We want it all the time. Let's go hide away, we need to wait. Let's be my head on the sea bed. In the open garden, we want to dance to land. We call me no, we can't do fine. I like to be another thing.81歳の誕生日ということでですね、ハッピーバースデーと
ということでありましてですね、まあ巷のあれではですね、みんな多分ご存知かと思います、あの AI でねビートルズの新曲がなんか出るたら出んたらとかいうことでですね、世間を賑わしておりますけどね、その辺もなんか皆さん賛否両論という形があるかと思います。ちょっとなんか変身しましたねいつの間にか、はい、ちょっと急にヒゲが生えて急になんか黒くなりましたね、はい、靴の間に、ね、ちょっと、はい、ポールが降りてくるのを待っておりまして、はい、ちょっと今降りてきましたのでヒゲのポールといえばご存知の方はい、ということで、はい、ヒゲポールということで、行ってみましょうか。I got a feeling, a feeling deep inside. Oh yeah, oh yeah, that's right. I got a feeling, a feeling I can't hide. Oh no, no, oh no, no, no. Yeah, yeah, I got a feeling.やつを貼り付けただけあのお手製の、はい、はい、ちょっと、はい、ポールは去りましたのでまたひげがなくなりました、はい、次はですねジョン・ボーカルの曲ですね、うん、早いですね、もう、はい、割ともう最後の方ですよね、はい、楽しい時間は早くすぎるところ、はいはい、そんな感じでいきましょうか。
She's not the girl who misses much. Do 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 do. Oh yeah. There I can with the touch of the bird of how in the middle of a window pane. Mind the brow in the magic of the moon upon the whole of the world. Why we divide it and how it can be and working all the time. The soap impression of the why we cheer it and make it down the front.次やるの なんか放送禁止になった曲、ね、結構後期にそういう曲がね、はい、じゃあ最後のお別れの挨拶をこのタイミングでしないといかんないね。もう最後なんですね。次2曲、ね、つながりで弾きますんで、はい、この曲この挨拶がもうご挨拶が最後ということなんで、今日はありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。じゃあ行きますかね、はい、よっ。じゃあ、じゃあ最後のナンバーいきます、はい、ワン、ツー、スリー、フォー。Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band. Sorry, but it's time to go. Sergeant Pepper's Lonely,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  Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band. Talking about you once again. Sergeant Pepper's Lonely, Lonely, Lonely Hearts Club Band. Getting better in the end. Sergeant Pepper's Lonely, Sergeant Pepper's Lonely, Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band.
なしだと思ってたんですね。本当真面目な話 いつもはね あること分かってるんですけどね、今日はなしだと思ったんですよ、うん、いやなんか嬉しいですね。いいでしょうか。瀬戸利見せようか。本当にないんですよ、うん、じゃあせっかく今日はねポールの81回目の誕生日ってことなんで、うん、ポールの曲でいきますかね。You tell the lies again, I can see. You can congratulate me. I'm don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 e. I'm really done. I get it out when you know I'm down. I get it out when you know I'm down. Pain must bring all the thoughts away. Say bon sing happy every day. I'm down. Thank you.
パム4の皆さんでした。皆さんもう一度盛大な拍手を。どうでした今日は。で本当に心臓がバクバクしててもうリハもなんかちょっと声が震えちゃってどうしようかと思ったんですけど、あ、なんとかやりきって嬉しいです。大丈夫ですよね皆さん、ね、本当にマブフォーさんでした。皆さんどうも。じゃあ次のバンドさんはですね、まあおなじみの、ムーンドックスですけどね、皆さん楽しみにしてください。よろしくお願いします。しばしご準備 の時間をいただいて、準備が整い次第スタートしたいと思います。皆さんよろしくお願いします。
まだまだよ、まだいいよ、大丈夫。はっ。初めていいかい？ああ。へー、皆さんありがとうございます。はい、セカンド、ステージはですね、ザ・ムーンドックスさんです。皆さん大きな拍手。よろしくお願いします。じゃあよろしく。
ありがとうございます。ザムーンドックスです。もう今日超満員で超嬉しい ね、 ね、あのマブフォーさんすごいよね。あれでまだ2年3年かうち10何年。まあね、あの鍵盤がないのいいことに結局ずっと同じのやってるんですけど、今年はなんかね、プリーズプリーズミーデビューが60年なんだって ね、はい、あの1963年にあの出ましたんで、ちょうど60年、ね、60年まだ生まれてないです、はい、生まれてないですけど、はい、なんで今日はちょっと63年の曲を、ね、はい、中心に、一応まあ中心がまあ、まあ、プリーズプリーズミーのねアルバムもちょっと1枚プラスアルファということでやりたいと思います、ね、今日楽しんでいってください。よろしくお願いします。
1963年にこのアルバムは、まあ、デビューアルバム、ファーストアルバムって言うんですけども、まあ、当時はビートルズは毎日のようにどこかでライブをしていてですね、まあ、プロデューサーのジョージ・マーティンがそのライブの雰囲気をそのままアルバムにしようということで、まあ、1日で全曲を撮ったっていう話がありましてですね、なんかキャバンクラブでも1回リハーサルをしたんだけども音質の面でボツになったっていう話も、はい、あります。で、まあ、ビートルズのライブ、必ず1人1回歌うということで次は、はい、リンゴスターの、いますね、スタッチです。はい、1曲いきます。いきましょう。ボーイズ、ワン、ツー、スリYeah.
ありがとうございました。この満席の、ね、ステージで観客席からこう、ね、前で歌えるというのは本当に気持ちのいいもので、こういう景色が本当に戻ってきたんだなってもうつくづく思いますけど、今日プリ出来上がってるねまだ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 これからドラムがちょっとこっち寄ってるね、全員が見えるようにっていうことの、あれじゃなくて、ま、前はしまうのよ久しぶりなんだよねこれベスト、もうね絶対途中で弾けるんだこれ、よ育ったでしょう。じゃあ今日はプリーズプリーズミーをね丸ごと1枚ということで、このね60周年、思えば私もプリーズプリーズミー大好きなアルバムで、まあこの業界にビートルズにどっぷりハマるきっかけはこのプリーズプリーズミー、これをまたアルマジロでできるというのは本当に幸せだと思います。じゃあその最初のなんだっけ、ナンバーワンシングルですかね、プリーズプリーズミーとアスクミーファイ、そのカップリングの曲を続けて聴いてください。ワン、ツー、スリー、フォー。 I love you、 Would you tell us your number? I miss you、I don't wanna set my brain, but you know
が見えないんで。そうだね。遠くも近くも見えない。ということで、次は、ビートルズのデビューシングルですね。ジョンのハーモニカがフィーチャーされた曲です。小学校の時にね、本当ハーモニカのテストでまともに吹けたことは一度もないんで、ね。ちょっとね、やってみたいと思います。ワン、ツー、スリー、フォI'm not afraid to die.
Yes, I love you。 結構あのマイナーというか、ね、曲なんですけど、あのこの曲あの前あのなんだアルフィーの坂崎が YouTube でなんか上げてる、コード回数みたいな、そうここのこのコードはありえんコードだということで、イントロのコードはちょっとありえない、そんなで難しい行動ですね。これ雰囲気めちゃくちゃ出んよね。やるはやったけど。難しいね。ね難しいよねこれ。ね、あの二十歳そこそこのビートルズがやってる、うん、ね、まあ天才の集まりとしか言いようがないですけどね。下手に音楽を勉強してなかったのが良かったっていうね話がありますよね。ちなみに僕も譜面は読めません。もうタブフで覚えたんで、じゃあ行きましょうか。じゃあ、続きましたね、ミドルテンポの中でね、ベイビーズ
One, two, three, four. A taste of honey, tasty must be there somewhere.18日で、ポールの誕生日でもあるんですけども、実は我が家も結婚記念日でしてですね、もう何年目ですか？ケンちゃんとかですね、ケンちゃんとかもそうでして、ね、はい、今日は多いはずだよね、きっと、なんとか、14年持ちましたんで、今後ともですね、皆さんのご指導ご鞭撻を仰ぎながら頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。ということでアルバムは残り2曲ですね。はい、まずワン、ツー、スリー。で
じゃあこのアルバムね、ラストの曲いきたいと思います。ワン、ツー、スリ63年にシングルで出た曲を、まあ、ワン、ツー、スリTo you.
最後の最後、ラストを言いたいと思います。I wanna hold your hand、一緒に歌ってくださいね。お願いします。ワン、ツー、スリー。Oh yeah, tell us something. I feel the love that when I tell us something.した曲とは違うんですけども、やはりポールのファーストということでポールの曲でいきたいと思います。Close your eyes.
ました。ありがとうございました。じゃあベアーズさんよろしくお願いします。はい、皆さんこんにちは。ムーンドブムーンドックスの皆様お疲れ様でございました。はい、いきなり飛び出てじゃ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 ん、ジャックでございます。はい、今日は最初から皆さんガンガンノリノリで楽しんでいらっしゃるでしょうか。イエーイ、ねえねえ、はい、オープニングマブ4、そして、ムーンドックス、この後、ライブザベアーズ、続きます。最後まで楽しんでってください。はい、はい、なんで私が出てきたかっていうと、私も後で一曲だけステージに立たせていただきますけれども、お疲れ様でした。ゆっくりゆっくり片付けてくださいね。はい、ね、今年のポールバースデーはなんと、みんな分かってるかな、今日リアルバースデーなんですよ、6月18日。はい、それでポール・マッカートニー、さあポール・マッカートニーは一体おいくつになられたでしょうか。いきなりおいくつか知ってますか。81歳。出てしまいました。はいはい、ポールもね、81歳ですけども、まだまだバリバリ頑張って、もう1回ぐらいは名古屋だよね、名古屋にも来てもらいたいです。ね、ジョンは永遠の40歳、そしてジョージ・ハリスンは永遠の56歳だっけ、58歳だっけ、52だったっけ、そんな若かったっけ、だよね、それぐらいでしたよね。はい、そんな感じで、でも一番元気なのはね、リンゴだよな。めちゃくちゃ元気ですよね、リンゴはね。はい、はい、これまあライブザベアーズ、セッティングの間にちょっとおしゃべりをさせていただきますけども、本当はねこんちゃんと年末盛り上がってまして、昨年、そうそうですね、最初のシーズンね、ファーストシーズンはリンゴスターでした。はい、お子様のね、教材じゃないけど、ちゃんとソフトも販売されてるたのね、カセットテープとかさ、だけどね、やっぱりちょっと今だとレアかもしれないです。はい、はい、それで僕ね、まあ酔っ払うといつもいけないことなんですけど、よし、来年6月18日ポールのリアルバースデー、今回は久しぶりにじゃあウィングスやろうかっつって、コンちゃんと盛り上がって、ね、ウィングズ、以前やってたウィングズ久しぶりに集合して、で、ジミー、ミニー、ヤス、この5人でステージやるぞっつって、酔っ払った勢いでそこで、相変わらず12月の30日だったかの夜、またジミーに勢い、電話かけてそこで、おいやるからさっつって、で結局ね、私とジミー、実は来週ボトムラインで開催されます、UK ロックコンベンションという大きなイベントがあるんですけども、そこでちょっとまだレッドセッペリンやるんですが、まあ、そういうのもありまして、今回は、はい、メインをライブザベアーズでやっていただこうということで、はい、結構なんかあれ、もしかしてポーリーお酒飲んでいい気分ではない、お酒飲んでないか、今日、うん、飲んでないです、飲んでない。ポーリーもお誕生日おめでとう。 ありがとうございます。6月8日、はい、あ、ジャックもおめでとう、誕生日6月7日並んでます。はい、2人そろ…あ、違うわ、2人そろってじゃなかった、俺は俺で、はい、When I'm 60、60、はい、
ということで、元気にいきたいと思いますけれども、どん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 こう楽器が出てきますね。はい、こんちゃん、今日は取りまとめありがとうございました。マイク入ってないですね。はい、そうです、この間も年末にもそういう話したんだけど、ビートルズネタでいうと最近はね、リボルバーですね。リボルバー、リボルバーのスーパーデラックスエディションは皆さん購入されましたか？反応が悪いってことは、あ、ごめん、あ、意外にもういい加減買わせるなよって感じかな。ね、東芝 EMI じゃなくてユニバーサル、はい、東芝 EMI って言いたくなるんですけども、はい、リボルバーはね、でもね、まあ、散々聴いてるアルバムでね、愛着一番あるアルバムなんだけど、キス山田氏、さすがにやっぱり、ボーナストラック、まあなかなかようござんした。はい、残るは初期のアルバムと、初期のアルバムだよね、スーパーデラックスエディション出てないのは。はい、まあ、そんなことはどうでもいいか。はい、ということでね、今日は、あーマイクが落ちました。大丈夫？うんうん、それ上からの、あの、これさっきと場所が違うかな、それが落ちたんだね、その垂れてるやつ、そいつじゃなくてその横のや、そうそう、そっちから、そのこの横横、あ、落ちたマイク、これ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 、はい、そういうことで、じゃあもうしばらく、ライブザベアーズ、セッティング完了しますのでお待ちください。また後ほど。今日はベアーズどこら辺で攻めてくるんでしょう？今日は、ビートルズのソロばっかり全部揃えましたね。もうネタ箇所すると、ポールが4曲、ジョージが2曲、ジョンが2曲、リンゴが1曲、そういう構成になっております。いいバランスでございますね。はい、はい、じゃあ全てソロからということで非常に楽しみでございます。じゃあもうしばらくお待ちください。
はい、はい、はい、
ははははは。カートニーバースデーライブということでね、今日はマブフォーさんとそれから、ムーンドックスと、我々ザライブザベアーズとね、3バンドで皆さん楽しんでいただこうと思います。皆さんよろしく。
そんなことでポーリーちょっとつないでもらえますか。はい、皆さんどうもこんばんは。今日はポール・マッカートニー音大のですね、ズバリドンズバの誕生日ということで、今年で81歳ということでね、23年前からやってるってことは、58歳の時からやってるってこと？あ、ポールがね、ポールがね、58歳の時からもう、ポールバースデーライブを、ジャックさんが企画してやってくれてるということでね、今年もやっと、盛り上がってやれるということで、たくさんのお客様来ていただいております。ありがとうございます、ね、遠方は関西の方から ね、あのお客さんも見えているということで、今日はトークもね来ていただきまして、ありがとうございます。これはね、締めないの、ムーンドックスは閉めてましたけど、ソーちゃんはあの開いてたけどね、ソーちゃんってポールはあの開けてるんです、あの飛んでっちゃうからパーンとね、そう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 、もう余計なこと言わないの、あの僕たちはあの今日はあの普段やらないソロの曲をですね、全部、そうですね、さっきちょっとあのちらっと、ね、ネタバラシしたんですけど、はい、ポールが4曲、ジョージが2曲、はい、ジョンが2曲のリンゴの1曲と、はい、という感じですね、あの、まあ我々の中ではね結構ヒットナンバーだと思うんですけど、皆さんね、うん、あのどれだけまあビートルズの解散後のナンバーをご存知かちょっと分からなかったんでね、はい、我々の今日はちょっと押し売りになってしまうところもありますけれども ね、うん、ねあのよかったら聴いてくださいね、はい、はい、ということで のっけのナンバーはちなみにね、マイブレーフェイス、マイブレーフェイス、あのポール・マッカートニーが、復活した曲ですよね。そうです、 そうですね、80、何年だ、89年ぐらいかな、そうですね、89年ぐらいに復活したっていう、あのエルビス・コレステロールと一緒にね、コレステロールじゃないなエルビス・コレステロール、コレステロールは僕があのコレステロールが引っかかるやつなんですけどガンコレステロール、健康診断でいつも引っかかるやつですねコレステはずっとね、リッケンバッカーのベースをウィングスで使ってたんですけどね、でウィングスちょっと解散してね、であのリクエストでね、あのヘフナー使ったらどうだいっていうことでね、このマイブレフェイスで復活するわけなんですよね、うん、そう、はい、非常にあの僕もあのリアルタイムで覚えてて、はい、ね、あの頃ちょっとバブル期っていうのもあってね、こう気分がちょっとウキウキしてたんでね、うん、でポールの来日もね、ありましたね、はい、で、ポールが復活したということで1曲目やらせていただきました、マイブレフェイスでした。次の曲はね、早速ジョージ・ハリスンの、ナンバーで、結構ね、ライブではジョージもやってたという、ね、ソロのナンバーです。美しき人生、いきましょう。Tell me what is
what I feel. I can't say my love of them for you anymore, like you. That if I'm blind, that you need. Come on, bash me, mean everything that she. Tell me what is my mind.
楽しんでくれた？セクシーだって。おう、サンキュー。サンキュー。ね、ジョージ・ハリスンの素晴らしき人生とコールドターキーという、そうですね、はい、対照的なナンバーで、やっぱり、ね、時代に合わせて、ね、ちょっと、メンバーもビートルズという4人の塊から、ね、こう解き放たれて自分のカラーなんかを、ね、こう結構出した時でもありますよね。コールドターキーとか What is life お届けしました。じゃあ次は、ね、今日はなんとベアーズ、ね、のドラムを担当しているのが2人、探偵じゃないよ、担当しているのが2人、メインドラムはエリック、ね、そしてパーカッションは、ね、モリンゴに、担当してもらってます。イエーイ。なんて贅沢なバンドでしょう、ね、2人も素敵なドラマがね、我らベアーズには、ね、参加してくれてね、本当にありがたい限りです。エリック、モリンゴ、ありがとう。はい、じゃあ次はね、1曲だけですけれどね、リンゴスターの、曲をねお届けしたいと思います。ワン、ツー、スリー、フォー。 I was born in the golden England. I was raised in a working town. I broke all the rules and I went to school. When the teachers came to keep me down, I tried to make my parents proud by adopting to the social power.
スティックが折れたそうです。何、いや大丈夫大丈夫だ、あのエリックの替えはないの、スティックの替えを これでいいか、それじゃあ何でもちょっと興奮したあんまりスティックが折れるという、すいません興奮してしまいまして、興奮してしまいまして、あの1個でいいですありがとうございました。飛んだ瞬間見た、森さんの飛んだやつがモリンゴの頭に当たったそうです。イエーイ、大当たり。そんなことあるんだね。流血である。そんなことあるんだ。じゃあはい。This one. Did I ever touch you on my cheek? Say that you were mine. Thank you for this smile. Did I ever open up my heart? Let you look inside. If it ever did, I was only waiting for a better moment after this time. Did I ever touch you on the cheek? Say you were.
the facing もうね、ジョン・レノンの持つこう平和感とかね、優しさとか大人の包み込む感じとかもジョンぴったり。最後あのジョン・レノンのソロのナンバーで多分この曲が僕は、ね、個人的には一番好きですね。なんか気持ちがもちゃもちゃ、ね、伝わってくるようなね、こうボーカルはまあ、コンちゃんならではね。あ、ありがとう。さすがです。いや、あのお世辞の嬉しいよトッポ。報道の中で、ね、やっぱりまあ好きな曲、今回ちなみにあのどんな選び方をしたかっていうと、それぞれ4曲2曲ずつね、皆さん上げてくださいってね、 LINE グループで上げた曲が今回の曲だったんですね、うん、なんで各それぞれの、まあ、歌う人がね、あの結構、まあ、好きな曲という好みのねあのがやりたい曲というのがありますけれどもね、まあ、あの多分皆さんも気に入ってもらえるだろうと思ってね、チョイスしました。気に入ってくれた？まあ、他にもね、ジョンの曲ね、いい曲いっぱいあってね、多分ゴンちゃんも悩んだと思うんですけど、まああえてね、コールドターキーとハウとね、いう選曲、激しいやつと優しいやつ、おお、ね、ね、明暗分けてね、さすがでございます。
じゃあ次はポールのナンバーですね、はい、これも超有名な曲ですけど皆さん知ってるかな、多分これは知ってると思います。今じゃなくて残念だ、サンキュー、次の曲ね次の曲はあの リカちゃんに捧げるそうだから、ポーリーがリカちゃん、リカちゃんに歌うよ。違う、今日さあの私とケンちゃん、ナオちゃんのね結婚記念日なんで、あ、おめでとう、ね、じゃあちょうどいいね、ちょうどいい気分です。ケンちゃん、ナオちゃんの結婚式、じゃあケンちゃん、ナオちゃんと、サオリンとはじめちゃんに、それとリカちゃんにもついでによろしくね、ついでにね誰誕生日、リカちゃん誕生日、あ、そうだ、あ、そう誕生日、あ、おめでとう、あ、分かった、黙ってまあね、あとでゆっくり聞くわだんだんなんか誕生日に言うとごちゃごちゃになってきましたけどね、じゃあポーリーに行ってもらいましょう、マイラブです。Love.
この後やりにくいな。次はジョージかっこいいですね。ね、次はジョージはね、今回いろいろ悩みました。悩みましたけど、ね、映画のナンバーにも、ね、サウンドトラックにも、ね、紹介されてます。ね、日本にジョージが来た時に、ね、やりました、チアダウンっていうね、ちょっと皆さんに元気が出せるナンバーをね、お届けできたらいいなと思います。ビール何何何何何何まあいいか、まあ、気にしんで気にしんで気になっちゃうよね、酔っ払いのたわごとだから。しまいましたけどもね、聞いてないよ、聞いてない、そう言ったがさっき言ってないか、まあそんなことでね、今日はまあポール・マッカートニーバースデーということでね、締めくくりもポール・マッカートニーの、ナンバーでお届けしたいと思います。皆さん楽しんでください。あの、喋り足りないことないですか？喋り足りないことないですか？大丈夫です。大丈夫です、はい、あ、一つ質問したいことがありました。はいはい、一つこのルックスは何年ぐらいのポールをイメージした？これね、はい、これ
ど、70年ぐらい70年ぐらい、はいはいはい、ですね、まあ、ビートルズの末期ぐらいの感じで、ね、ポールってね、なんかね、変な格好が多いんですよ、あの結構あのセンス悪いよね、なんかね結構バカにしてないんですけど、ダサいよね、師匠なんで、で、あのちょっと今日はね、こうなんかこう省エネルックみたいな、省エネルック、ね、ちょっと汗も少なめでね、そう、あの涼しいからね、よかったね、みんな長袖だけど僕半袖だから涼しい、うん、タオルがない、タオルが、タオルない、ね、はいじゃ あ, あの元気な曲いきたいと思いますね、最後は皆さん、あのこの絶対してると思う、手拍子始めてるかな、ね、踊ってもらってもいいですしね、いきますよ、ワン・ツー・スリー・フォー、ジャックとそれから、一緒にですねアンコールナンバーとして、ポール・マッカートニーの、ロケストラというナンバーをね大音量でお届けしたいと思いますよね、ジャック・ジミー・ボンド、カモン、ベイビー、そして今日あの出た人皆さんねステージに上がってもらう、そうですね、はい、はい、マブ・フォー、イエーイ、マブ・フォー出てきてください、乗れるかな乗れるかな、乗れる、まあ、いいや、とりあえず乗るだけ乗って乗るだけ乗ってで、ムーンドックスの皆さん、ムーンドックス、まあ
立てるところに。というかジャック・マッカートニーはまだじゃない、はい、ジャック・ブルースかジャック・マッカートニーかどっちか。本日の、主催者のジャック・マッカートニーでーす、ね、こんなこと23年もやってきたんだからね。いや主催って言っても今日はね、あの主催はもう本当全部コンちゃんにお任せしました。コンちゃん、サンキュー、ありがとう。まあ長い付き合いだしな。あ、すいません、いきなりね、ちょっとあのブリティッシュはブリティッシュでもジミー・ペイジがステージ上がってきて、あとそれとちょっと今までね、エリックがドラム叩いてくれてたけど、ジョン・ボーナムが来ました、うちの。あれ？あ、来た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 。じゃあ改めまして、マブ4の皆さん、ザ・ムーンドッグス、ライブ・ザ・ベアーズ、はい、そして今こうステージにですね、現れたジミー広沢、ジミー・ペイジ、そしてちょっと奥に入ってしまいました、奥に入ってしまいましたが、お前俺がはい、ジョンボの要ポンゾ、ポンゾ、はい、ハトリ要、はい、ちょうどね、私たち来週ボトムラインで、UK ロックコンベンションという、そこであのゼッペリンズ、ザ・ゼッペリンズ、はい、リーバンマスはあのあそこにいるロン毛の、そうじゃなくてジミー・ペイジでやってる、ジミー・ペイジ、あー、行って行って行って、あのそうちゃんたちも来週ねライブがあるみたいだよ。もうね、こんな盛り上がった分あれなんだけど、来週の24日の、土曜日、ね、どこでやるの？あのブラッシュアップでね、あのオールディーズと対バンでやりますんで、もしお時間のある方よろしくお願いします。やかましいチーム、6時スタートになりますんでよろしくお願いします。6時スタートで何番目？あ、これめちゃくちゃいいこと聞いたよ。4時半スタートね、ボトムラインね、オープニングレッドゼペリね、そしてそこから ね、ちょうど5時半に終わります。やかましいでしょ。そしてあの移動時間も含めて、のブラッシュアップだっけ、ブラッシュアップじゃない、ね、あの栄えだよ、ね、栄えだからさ、ピザの美味しいお店、うん、ピザの美味しいはしごできるよね。よろしくお願いします、ジミー。あの、まあ、ジミーもさ、今日本当はね、なんかポール・マッカートニーバースデーに最初はそうですね出なきゃいけないんだって思ったから、俺とゴンちゃんが昨年末電話しちゃったから、お前絶対来いよとか言って、そうお前何やっとんじゃん、絶対来いよとか言って、OK、 みんな最後まで楽しんでくれましたか。レアルバースデーでした。じゃあ最後いっちゃいましょう。ワン、ツー、スリー、フォー。
ックマカートニーに大きな拍手、ポンゾンに大きな拍手、ジミーヒロさんにもちょっとだけ拍手、やかましい、はい、みんなありがとう、はい、みんなありがとうございました、ありがとうございました。もうそれ行っちゃおう、行っちゃおう、あの、じゃあバースで、バースで、あー、わかった、じゃあじゃあポールのバースデーっちゅうことでハッピーバースデーポール、いくよ、
今日だって働いたもん俺。あのこんな形で怪我してしまってね、6月のせっかくのポールの誕生日をこんな形で怪我してしまって申し訳ございませんでした。あ、でも同級生だよな。同級生です。でも楽しかったんですけど、まあまあ謝罪申し上げます、ね、ここに参加したことに謝罪申し上げます。そんなことないよ、リカちゃん、ありがとうね。めちゃ楽しかったね。ありがとうね、はい、これからもずっとみんなのマドンナでいてね。どんなマドンナやねんって。どうしようもない。うん、大好きだよ、リカちゃん。ありがとう。皆さん本当にどうもありがとうございました。ありがとうございました。お気をつけて、リカちゃんを誰か連れて帰ってください。よろしくお願いします。ありがとうね。大丈夫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 危ない危ない。